さあインターナショナルカップ初戦です。イランのキックオフでスタート。インターナショナルカップグループリーグ初戦、イラン対ブラジル。やっぱり初戦を黒星になってしまうと、グループリーグ突破が難しくなってきますからね、はい、勝ち点1もしくは3を狙えるようなね、ゲーム展開をすることが一番大切ですよね。前線へのボール、ラミレス、フアン、緩いフィード、サイドフリーですよ。おいい形ですよ。あったまだ決まった、先制ブラジル。先制点はブラジル。頭で正確に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあブラジル先制ゴールを決めました。1対0。ここで笛です。1対0、ブラジル緊張感漂う初戦で見事勝ち点3を獲得。幸先のいいスタートを切りました。この初戦を勝ったことが第一歩であり、その歩幅は大きなものでもあります。これもファウルですよね。縦にボールを伝えていきます。抜けてくる、うまいですね。低い弾道、ネイマール、低いクロスにドンピシャで合わせました。クロスのねパススピードなんか最高だったんですけどもね。コーナーキック、ブラジル、この試合初めてのコーナーキック。どうだ、頭だ、合わせに行きましたが決めることができませんでした。アイエティ、ビトマー、ここは要注意ですよ。さあ前線へ、シェア、チャンスだ、これは来た。さあカウンターを仕掛けます。これはポストのわずかに左、枠に消えたらゴールでしたよね。非常に鋭いシュートが飛びましたからね。そして今タイムアップ、0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり。本日はインターナショナルカップ本戦グループリーグ第3節、ブラジル対ドイツ、エスタディオドモルンビーよりお届けしてまいります。引き分けもしくは勝ちで突破となります。ファーストハーフも残り時間少なくなってきました。スコアは0対0です。右サイドへ振って、裏へチップ、これは旗が上がっています。
さあ前半40分です。ラームサイドのスペースへ走らせる。いいボール入りますよ。トニクロース、どうだ、開きましたよ。お前シュート、決まった、先制ドイツ。ようやく均衡を破りますドイツ。ここはいい位置に詰めていました。いやこれは落ち着いてましたよね。結構とっさに深津選手が多いんですけどもね、しっかり次のプレーが予測できているっていうことなんでしょうね。こういったシチュエーションだとオフサイドなんていうこともよくあるんですけどもね、ラインを見ながらしっかりできましたよね。裏に味方を走らせる。ラーム、ゲッツェ、そしてここで最後の笛、1対0ブラジル勝利で終えることはできませんでしたが、次へ駒を進めます。2位通過確定。さあゲームは終わりました。ブラジルとしては本戦を見事くぐり抜けての突破ですから、これは嬉しいでしょうね。この高いモチベーションを保ったままトーナメントに挑んでいきたいですよね。はい、そうですね。さあブラジル、次はインターナショナルカップの本戦が待っています。ここからが本当の戦いとなります。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。究極の戦いの舞台です。世界のサッカーの頂き、長き予選を戦い抜いてきた勇者たち、いよいよ進化が問われるインターナショナルカップ初戦です。さあキックオフ、ルーズボール、前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。自分で行く、おお、来た、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のバックスは緩慢なプレーでした。まあ相手に隙があったとはいえ、そこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね、うん、いい攻撃の形だったと思いますよ。そうですね。ブラジル決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。ヒドへ振ってサイドのスペースを使う。いいボール入りますよ。ここは守りきるしかないですよ。オスカル、コンパニー、裏に味方を走らせる。シュート、バックスのほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。
マグロン、サイドのスペースへ走らせる。サイドからチャンスメイクしたいですね。シュート、ルーズボールになる。来た、先制、ブラジル。ブラジル、ようやく均衡を破りました。いやー、決まりましたね。いやー、よく詰めていましたね。いや、これはポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できて、初めてそこに入れますからね。たまたまじゃないんですよね。普通ならばオフサイドになっちゃいますから。やはり今自分がどこにいるのか位置を把握できないと、ここまで落ち着いて流し込むことができないですからね。見事ですよね。さあ、ブラジル土壇場での勝ち越しゴールを決めました。これ主審、時計を見ながら長いホイッスル。1対0。インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、ベスト8への道、扉を開けたのはブラジル。本日の試合はインターナショナルカップ準々決勝、ヨルダン対ブラジル、エスタディオドモルンビーよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。前線へのボール、スペースへ出す。ここで受ける、ミドル、来た、ブラジル先制。ブラジル先制、1対0。ネットを突き破ろうかというような力強いシュート。これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。そうですね、分かっていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。フリーだ、マグロ、ここで前を向けるか。ネイマールに渡る、コース空いた、どうだこのシュート、コースその左です。これは通しません。さあ、左へ預けて裏に味方を走らせる。シュート、ルーズボールになる。縦にボールを送ります。裏へのスルーパス、ここも固い守りでボールを奪います。長いボールを送ります。フィリペ、ルーカス、ここは一人で仕掛けます。味方の上がりはまだ不十分です。今狙いましたね。シュート、おっと、ルーズボール、しのぐ。ちょっとミートが足りないというシュートでした。弾いた後すぐに詰めてきたんですけどね。上げる、ヘッド、来た、ブラジル追加点、ブラジル。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。
ットもいましたからね。ここで受ける、シュートまでいけるか、シュート、いやゲット、ヨルダン。後半終了の直前、力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。上です。2対1、ブラジルベスト4進出を決めました。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。ブラジルとしては実力で上回ってましたからね、うまく試合が運べたと思います。そうですね、ありがとうございます。決勝までの道のり、準決勝を制した者がその栄光の舞台に駆け上ります。こんばんは、フットボールの熱狂を余すところなくお届けします、ジョン・カビラです。本日の試合はインターナショナルカップ準決勝、ブラジル対 UAE、 オールドトラフォードよりお届けしてまいります。ハリル、オマール・アブドゥラフマン、ハリル、ミドル、いや先制、UAE、ブラジル相手に先制点をもぎ取ります。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。そうですね、もちろんコースは狙ってるにしても、ええ、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、ハリル、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ブラジルとしてはまず1点取って同点にしたいですよね。1点取ればこのホームのサポーターも盛り上がってきますからね。どうか、いやブラジル、ブラジル追いつきます。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的でしたよね。出してと受け手のタイミングがバッチリでしたからね。相手のバックスは一歩反応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういったゴールが生まれたんでしょうね。ブラジル、ここで追いつきました。一旦仕切り直しですね。得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど。来た、勝ち越し、 UAE、 UAE このゴールで勝ち越し。これはちょっとキーパー反応遅れてしまいましたね。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。そうですね、もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、今日2点目のゴールです。さあ UAE 勝利に向けて一本抜け出しました。ロングフィードで狙う、このボールをカットします。時間をかけてますよね。しかしここでホイッスル、今大会にピリオドが打たれます。2対1、ブラジル決勝進出はならず、次は3位決定戦に臨みます。これは
非常に両者明暗分かれるところです。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ブラジルとしてはトーナメントを勝ち続けていくことの難しさを痛感したんじゃないでしょうかね。ですがここまで勝ち上がれたことでチームとしての評価は上がったんじゃないでしょうかね。本日はインターナショナルカップ3位決定戦、ブラジル対スウェーデン、埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。判断が遅れちゃいましたかね。ネイマール、ラミレス、裏へのスルーパス、と勝負ですね。シュート来た、先制、ブラジル、ブラジル先制、1-0。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そうですね、出してと受けての一卒、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね、うん、そうですね。上げる、ヘッド、ゲット、ブラジル追加点、ブラジル。コーナーから頭でしっかり決めました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。3位です。さあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。ブラジルとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。